夜市で長蛇の列ができています。みんな独身の日限定の消費券を並んでいます。1が2つあれば50元の消費券がもらえる、4つあれば2枚もらえる。宜蘭市の東門夜市では11月11日独身の日を祝い、8日から11日身分証明書の番号あるいは生年月日に1があれば消費券がもらえるイベントを実施していました。サイコロで11点が出たらドリンクをおごるよ。多くの屋台ではサイコロ投げゲームが行われていました。サイコロで11点が出たらタダで食べられます。さらにパン屋では600種類に上るパンは全部11元です。夜市の散策で疲れたらホテルで休んではいかがでしょうか。各ホテルでは一人旅の宿泊客に特別な宿泊プランを用意し、宿泊客から公表されています。年に一度の独身の日に各業者は様々なキャンペーンを打ち出し、より多くの客を引き寄せようとしています。